今ちょっと日光にいます。でこの目の前2台のうちの目の前の緑のバイクは私のバイクです。川崎の KR って言います。以上になります。え、何万ぐらいした？200万です。200万、新車ですね。だいたい派遣社員の年収分ありますね。はい、いや大変だったよ、ローンがね、ちょっと。そうだね。もう苦しかったもん。え、このバイクで、あれなんでしょう、新潟の方まで月って行ったんでしょう、うん、行った。すごいな。何キロまで出るんだっけ、300キロだっけ。本気出せば300キロ、新幹線レベル。うん、なお出したことはないです。ああ、それが限度だからね。うん、うん、その域まで出せるまではなかなかね、うん、やっぱり度胸が必要というか。うん、これからいろは坂行くんですよね。うん、楽しいよ、いろは坂。え、飛ばすんですか、なんかイニシャル D みたいな感じで。うん、さすがにそこまではいかないけど、まあ程よく、そうだね、適度に出すみたいな感じで、うん、すごいっすよ、マジで。この後ろの水色のね、うん、あのマーチ、日産のマーチ、うん、まあ、スポーツカーになってるんですけど、これ安く買えたんですよね。そう、うんうん、話によるとね。なお現在修理中らしいですね。そうだね、うん、あのハンドルとかめっちゃ加工してるから。うん、なんかどこぞのなんかサーキット上のハンドルみたいな仕様になって、うん、はい、めちゃくちゃ加工してます。今撮ってるよ。ダメ。でも範囲外だから映さないと思う。多分影で反射してるからあんまり多分映ってないと思う。編集で消しとけ一応。モザイクできるから。うん、うん、まあそんな感じで、これからいろは坂の方を登ってきます。はい、よろしく。グランツーリスモや。